焼いていきます。しっかり焼いていこうかなと思います。いい感じのね、硬さと弾力があって美味しいです。まあ、前回もカットしたんですけども、ジンギスカンやってるってことで、でちょうど今日もね、いい天気なんで、これからね、これからのシーズンジンギスカン美味しくいただけるかなということで、改めてやってきたわけですけど、はい、やってきました。で今日はね、1人前のこの肉3種盛りセットにしましょうかね。で、まあ、ご飯ついてないみたいな、感じなのかな。はい、ちょっと入っていきます。オープン11時から、はい、というわけでお会計ね、済ましたんで、ちょっとどこにしようかなということで、ここにしておきますか。はい、というわけで、まあ、こんな感じになってます。追加注文でまたなんかいろいろとねできるんですよね。はい、というわけでね、いい感じの日差しが照って、で、まあ、風もね、まあ、そんなに強いわけではないし、ね、今日はなんか春を感じますね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。あ、すいません、はい、ありがとうございます。はい、あ、すいません、ありがとうございます。早速焼いていこうかなと思います。はい、続いては焼いていきます。豚肉で、これがラムですね。ラムで、牛肉ですね。はい、いただきましょうかね。これが、何かちょっと分からないけど、これが豚肉、牛肉、ラムかな。
程よい感じで薄っぺらい。うん、あ、美味しい。これ程よくね、脂が落ちてんで美味しくいただけます。うん、もうね、程よくいい感じのね、硬さと弾力があって美味しいです。うん、うん、うん、はい、しっかり焼いていこうかなと思います。2杯目のご飯、意外と1人前でもね、2杯いけるなという。今日はこんな感じでお届けいたしました。まあね、わざわざ県北まで行かなくてもこちらでね、ジンギスカンいただけるということで、まあ岡山県内というか、まあ岡山の南というか南部でね、ではね、結構珍しいのかなと思いますね。まあ寒くても中でプレートとしてね、ラム食べることができるんですけど、その内容的にはまあその1人前でも男性、まあ男性1人と女性1人でも全然いけるかなと思いますね。実際ね、注文してご飯2杯ぐらいだったんですけど、かなりお腹いっぱいですね。なんでぜひね、皆さん行ってみてください。多分これからのシーズン本当に素晴らしい時期かなと思います。非常に美味しくいただきました。ありがとうございました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。